当に大変な選挙でしたが、なんとか結果を出すことができました。ここにいらっしゃる皆さん、各地で応援をしていただいた方々、ボランティアの皆さん、そして仲間の皆さん、堺が新しく変わることに期待をしていただいた堺市民の皆さんのおかげです。相手候補を応援された皆さんにも、長藤が市長になってよかったと信じていただけるように、感じていただけるように全力で取り組んでまいります。これからものすごく大変な市政運営が待ち受けていると私は覚悟をしています。しかし堺のために全熱情を傾倒して取り組めば、必ず輝かしい堺の未来を作ることができると私は信じています。皆さんに託された4年間全身全霊を注いで堺のために働いてまいります。新しい堺を作る、頑張ってまいります。